ね。じゃあ、日本昔話する？昔昔あるところ、まーちゃんとくりちゃんがいました。まーちゃんは会社に仕事に行きました。くりちゃん、日本昔話しようよ。ダメだな、さっきの方が良かったな。くりちゃん、もう限界なんだよ、来るのね。もう限界。昔話を聞くのはもう限界に来てんだよ。くりちゃん、昔話困ってくるのが困った顔してんじゃないの？なんか知らないけど困ってる顔してるじゃん。くるちゃん、困っちゃった。困っちゃったね。こっち来た。こっち来ればいいよ。ね。来ればいい。恐ろしい恐ろしい。変な親父がいつもいつもしつこくて怖いの。大変だね。大変だね。怖かった。うずめちゃった顔。チョコちゃんもびっくりだ。栗、大丈夫だよ。守ってあげるからね、栗のことは。守ってあげるから、顔上げてごらん。顔上げてごらん。匂いがするから。今日から疲れちゃうぞ。追っかけやしないのにな。ああ、分かった。下から待ってて。またそこでずっと待ってんじゃん。クリちゃん。これで言っちゃったら大変なことになるんじゃないの？クリア行かないんだって。じゃあ、お部屋入ってないと。クリちゃん、お部屋入ってないと。車は明日だから。クリちゃん、車はね、明日だからね。ベランダ行くの？ベランダ行くの？チョコちゃんもいたよって。チョコちゃんって。ね。